私が、ピアノボーカル相原龍太でございます。よろしくどうぞ。ギターボーカル浜野誠です。よろしくお願いします。本日サポートの平野龍太、よろしくお願いします。はい、そんなわけでございまして、じゃあ次の曲参りましょうか。さあ、期待に応えたい。夢の話しなくていいの？そうね、グリーン。多分これの次の曲が高校生の時は、ね、そう、ドリームだってことね、俺らコロッと忘れてて何も夢って言わせてなかったんだけど、あ、じゃあその次の動きだろうか、この高校生で。そうしましょうね、はい、じゃあ、はい、では、次は不器用だけど、ピアノスの相原龍太くんの不器用な心を僕が詩にしたためて作った曲です。温めていただきました。不器用な皆さん、お待たせいたしました。君の願いという曲を聴いてください。共に暮らし始めてからもうすぐ1年が経つ。記念日花を買って帰ろうか。宝石もワンピースも
いつも変えずにごめんね。約束よりも遅くなったから、そっと鍵を開けた。明かりのついたダイニングには、色とりどりの君の手料理。リビングルーム待ちくたびれて眠ってしまった。君の寝顔
いつしかこのグラウンドに涼しい秋風が吹いた。ロカルームの黒板に残されていたメッセージは次のステップへと進む僕たちの誰かの気持ちがわかる。
しても倒れそうだった日々、同じ歩幅で歩くあなたに会えました。今はもう迷いはしない、私がずっと探していた場所、手を伸ばせばいつも隣にあなたがいて、繋いだ手を強く握り返してくれる、今はただこうして支えになった。誰も信じられなくて、困っていた日のこと話してくれたあの日に心を重ねました。いつまで悪くてごめんなさい。どういう思いで作ったのかな、共通のミュージシャンの知り合いがお二人いらっしゃって、二人ともミュージシャンなんです。その二人が結婚されるときに、結婚パーティーをやって、ね、演奏もしてねっていう話だったんですね。でその時に、じゃあせっかくだからその二人のためになんか曲を作ろうよって言って、その音楽でその時にあの二人の出会いのいきさつだとか、どう思ってるのみたいなインタビューしました。じゃあそれにその曲を作ろうということで、ストーリーを作りまあ、詩は共同で、ね、作りましたね。そうですね、そんな曲でした。素晴らしい、はい、
はい、ささやかなパラパラ拍手で。じゃあどうしましょう。ちょっとここらでお口かなんかもしあったら。はい、誠さんの方で。誠さんはですね、はい、こちら、日吉おめでとうございます、はい、東急東横線隣の隣大倉山という駅に、バーグローリーという温泉オーセンティックバーがありましてですね、第1から第4土曜日の夜、引き当たり夜にやっております。もしお酒飲む好きな方がいらっしゃれば、1日3ステージやってますので、気軽にフラッと立ち寄ってみてください。とてもいいバーなのでぜひ来てください。それから広島アップでは来月2月14日バレンタインデーの日にお酒を出していただきます。よろしくお願いします。どうぞ。私もソロで、お互いライブやってるんですけども、次のライブが1月30日の土曜日。さっきリリーさんね、かぶっちゃったね、ごめんなさいね。1月30日、東京は野方、野方って知ってますか、どこだっけ、西武新宿線の、野方駅から歩いて、ホームページ上では1分半と言ってるんですけれども、そこにあります、アイウー野方というライブハウスなんで、ブッキングライブ出演いたします。あと、今日、せんながらフライヤー配らさせていただいているかと思います。私の、でかい顔がボーンって映ってる顔のやつあったと思うんですけど、そこに年間で一応スケジュール11月までかな、決まってまして、奇数月が野方、偶数月が系列店でアイミックスエコダさんという、池袋からね、東武線で行ったエコダ駅のそばにあるんですけども、偶数月はそちらの方で出演させていただきます。そして、気が早い話なんですけど、今年の7月にワンマンライブやらせていただきますんで、もしよろしかったらありがとうございます。拍手した人は絶対来ていない。とだけ言っときます。もしね、気になりましたらぜひ、ホームページとかね、あと SNS なんかも、Facebook、Twitter、ウェブなんかやっていますので、もしよろしかったらチェックしていただけると嬉しいです。それから、ごめんなさい、長くで書いてもらいます。僭越ながらラジオのパーソナリティをやらせていただいております。FM 浦安さんという放送局で、毎週火曜日の夜11時から、ラジオのラジコという、番組になりまして、私は第3火曜日を担当しています。今月は1月19日の、夜11時からオンエアとなっています。地域外の方でも、お手持ちのスマホパソコンから、聞くことができますので、ぜひラジオとラジコを検索していただければ、多分ホームページとかありますので、聞くことができると思います。私のいっぱいいっぱいのしゃべりを聞きたいときは、ぜひ、聞くことなさか聞いていただけるとですね、嬉しいかなと思います。多分ラジコとかでも出るかな、ちょっとその辺ちょっとよくわかんないですけど、愛と誠で検索したらなんか出てくるかな。昔のどうでしょう、ね、昔ライブやった頃の画像が出てきたりするからね、はい、若い頃もね、すごい若い頃もね、はい、パッツンパッツンだった頃もね顔写真がどんどん出てくるかもしれません。既得な方はぜひ探していただければ、愛原龍太、浜野誠、それぞれで検索いただければ、はい、彼もホームページとか、僕はホームページが、はい、ホームページちょっと今僕のお休み中なの、ちょっといろいろあって、アカウントがなくなってしまいました。情けない話なんです。ダメじゃん、ドメイン料、ドメイン料払えない、ちょっといろいろ払えなくなりまして、もしよかったら2人とも Facebook とかやっていますので、はい、ぜひ、ぜひお友達になってください。なっていただけると嬉しいです。ただ一言言っていただかないと、リクエスト来ても誰だこの人って話になっちゃいますけど、それだけちょっとご了解。僕は覚えましたよ。そろそろ巻きですね、はい、お願いします。申し訳ありません、はい、時間ないよ。しゃべりました。ことがあっても
きっと大丈夫、君がいるから。トリコロールの森を抜けて、いつだって愛に行けるよ。何があったかなんて聞かない、瞳を見ればわかるから。涙にじんで見上げた空、優しく愛と若者でした。